はい、皆さんこんばんは、ナイルブラボーと申します。バトルテックの実況プレイの続きやっていきたいと思います。前回な、私の操作があまりよろしくなかったせいで民間機を一隻撃墜させてしまったのよな。でも2機は逃がせることに成功したから、まあギリギリ英雄としての体裁は保たれたはず。で、今回もまた神谷からお願いがあるみたいやから、それを聞いていくわよ。今度はイトロムの解放。さあ、いろいろなパーツもちょっとずつ買い足していってるから、少しずつプラス武器増えていってんのよな。だから攻撃力はだんだん上がっていってる。ただもうそろそろこの90番台というか、その80トン台のユニット欲しいから、もうちょいなんとかしたいのよな。電子機器のセンサーと通信を台無しにする珍しい要素が豊富に含まれています。つまり視界が悪くなってセンサーの効きが悪くなると。で、この荒野では核分裂性原料としてレアアース金属を大量に採掘できます。管理総局はギャラス家の最大の処理施設と精製所の制御を奪いました。そして彼らはこちらの希少燃料原料の提供量1年分を惑星外に運び出す準備中です。つまりそのサイロを止めよと、少なくとも一つの貯蔵サイロを掌握せよ。アルファサイロ占領、ブラボー占領サイロ、ブラボー占領私のサイロじゃない、もともと私のサイロじゃない、よこしなさい。で、あとはチャーリーね。さあ、まずはどこにある、ここに1台とここにもう1台と、あと右か。じゃあ右からちょっと行くか、近そうだもんね。まずはこっちに移動して、お、司令官、目標に接近しています。現在、読めなかった。チャーリーサイドは警戒状態にあります。彼らが破壊する前に速やかに確保してください。あんたら自分で貯蔵庫を破壊しようとしてるの？そうはさせないわよ。うわー、これは磁場のせいか、命中率がすごい下がってる。最初はちゃんと決めたいから、命中精度上げていくか。すごいな、この砂の磁場のせいですげえ命中率が下がってる。ここなら命中率もうちょい上げてる。あ、間違えたって、ダブルクリック反応したって。これほんまに困るわ。たまにな、マウスの効きが良すぎて反応しちゃうのよね。いくよ。オッケー、まず1機。オッケー、最高だよ。オッケー、まずは1個ドロップジップ確保した。違う、サイロを確保した。オッケー、あと2つのサイロも同じやり方で確保すればいいのね。任せてちょうだいよ。でもあれか、ターン制限があるっていうのはちょっと気をつけな。な、また発見したわよ。いくで、今度もまた多分4ターンやろ。発射。あー、すごい数のミサイル。いやー、やめて。でもまあ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 、まあ、転写やれるかな。オッケー。これガウスライフル直撃させれたら多分倒せるよな。 HP は79。いや、余裕、胸に全部いけばいける、全然余裕。あー、倒せなかったけど転倒させた。よし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 、えい。 Copy that.
ちょっと命中率悪いけど行くか。アファーマティブ。おお。今多分胸にコックピットの部分にガウスライフルが直撃したな。ありがてえ。あ、青いレーザーや。青いレーザー今のところ強いレーザーのイメージがあるから、多分強力なやつやないやろな、きっと。やっ。ミスってどういうこと。ここはオーバーヒートしてもいいから行きましょう。オッケー、よく頑張った私。あともう一個やね。いやーすごい熱量。まず大移動。準備はできた。ちゃんと足並み揃えてるから全員が無駄なく動けるはず。ということで攻めましょう。いいのか。オッケー。来た。これで5ターン以内ね。了解了解。ここは数減らしていきたいから戦車から狙いましょう。オッケー。もしかして思ってる以上に効力低いね、あなた。その距離外さないで。まずいね、もう弾がなくなってきたね。これで胸に向かって、はい、チュンチュンチュン。でこれも胸に向かって、よっしゃ。外すな、困っちゃうわ、そんな外されると。いやー、ドラゴンの熱量もすごい溜まってるからな、今。あ、とうとうミサイル玉切れした。これはまずい、これはよろしくない。あ、でもまずいな、あと2ラウンドでしょ。意外にもうターンがねえ。そうなんよな、意外にもうターンがないからちょっと急がないとまずい。できるだけこれ軽いやつをガウスライフルで倒したい。よーし、ほんまに救世主や。あんたはあんたは私の救世主や。ありがとう。カメヤには足向けて寝れんな。よし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 、これで3つのドロップジップ確保したな。ドロップジップちゃう、貯蔵庫や。あ、司令官よくやってくれました。あなたのおかげで総局は大きな打撃を被り、私たちは新たな貴重な資産を獲得できました。あ、ミッション完了。いやー、うまいこと言った。オッケー、完璧にミッションこなしたわね。今回は全部の条件を達成することができた。前回な、民間人殺してしまったから、なんとか罪滅ぼしをしたくて頑張った。ほとんどこっちの負傷もないからな、弾がちょっとなくなったぐらいでほんまになんとでもないな。今回は相手の機体にそんな強そうなやつなかったから、プラス武器、あ、すごい、ミサイルのプラスプラス欲しい欲しい欲しい。レーザーのプラスプラスいいな。だんだんプラスプラス増えてんのがむちゃくちゃいいな。今回は期待いりません。ただいま帰りました。じゃあまずはメックベイでカスタマイズしましょう。ミサイルのな、プラスプラスを手に入れたから、これをまず入れるでしょ。ほんでどうしましょうかね。レーザー、先にレーザープラスプラスに入れ替えるか。で、あとは修理を施して、で、あとは OK、 あとお店。さあ、なんかいいの売ってません？ 80、 アウェイゾンはもういいって言ってるでしょ。え、なにこれ。あ、部品って書いてないから、これはそのまま買えるんや。へえ、一式も売ってるのや。それはありがたいな。むっちゃ値段高かったからびっくりしたわ。
あーでもまあまあ目ぼしいものはなさそうね。いやー非常に残念やけどもしょうがないな、売り物があんまり良くないのはよくあることやからね。というわけで皆さん今回はここまで。次回そうね、そろそろちょっとメックとかも増やしていきたいからメックちょっと集めとくんで、よかったらまた見に来てください。多分次回は何かしらの変化をつけれて遊べると思うんでね。で面白かったのでいいんでチャンネル登録と高評価していただけると他の人の動画に私の動画が載る可能性が上がるからどうかお願いいたします。お願い。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。